はい、さあ始まりました JMS プレゼンツステイフリー。今回の企画はですね、浅草仲見世通りぶらり旅歩き旅、旅のお供にですね、ゲストですね、今回はナッシングスカイブルーインストーンから村松拓さんに来てもらってます。イエイ。いや、タクちゃんはステイフリー初めて初めてですね。もちろんこの街ブラも、うん、この間あのブルエンの田辺が出てきたとか、あ、田辺、そう見てますよ。まさにそのね、ブルエンの田辺の企画のボリューム2なんですよ。そうなんですよ。だなんかこの間お会いした時に、うん、大阪で会ったんだよ、たまたま、ね、大阪で会ったんですよ、ね、で番組見てますよみたいな、そうで、ぜひぜひなんか出させてくださいよみたいな、出てよみたいなね。で僕は、うん、田辺みたいな喋れるやつ一緒に呼んでくださいって言ったんですよ。あ、なるほど。もう一人ね。そうもう一人いた方が安心だって。そうなんですよ。いや、二人で行こうよそこは大丈夫ですか。大丈夫。じゃあ身を任せますんで。もちろん任せてください。じゃあ早速行ってみましょうか。で今回はですね、うん、あの前回の、田辺の時みたいにですね、その仲見世通りの、撮影許可は出てるんですけど、店、はいはい、お店に対して撮影許可取ってないんですよ、実は。え、マジか。それを僕らが、というか、主にタクちゃんが、マジでアポなしで許可を取っていただくところから始まるんですよ。見たことあるな、それ。梅林堂さんですね。人形焼き。もうめちゃめちゃいい匂いが。本当だ。でもこれも、焼いてらっしゃる感じですね、もう。すごい。ちょっとすいません、今日ちょっとカメラ一緒にいるんですけど。あ、本当ですか、うん、なるほど。もう楽々 OK、 全然 OK でした。全然 OK、 タクちゃんの雰囲気だよね、うん、なんかすんなり入らせてくれて、いいんですか。わー、すごい。これもなんか見たことある、こういう感じ。あ、確かにね、この街ブラみたいなね。いただきます。いいじゃないですか。すごい。人形焼き食べたことあります？いや、初めてですね。初めて。確かに意外と食べないですよね。あったかい。ふわふわのベビーカステラみたいなの食べますけど。めっちゃあったかいですよ、これ。カステラの中にあんこ入ってます。あ、あんこ。なるほど。いただきます。お、すごい。全然。あったかいんだ。うん。うん。あ、あんこ。こしあん。お、おいしいですか？あ、こしあん。甘い。おいしい。うん。これ多分焼きたてだから。うん。ホクホクで、あ、ホクホク、うん、多分おいし、あの、うん、美味しいですね。まあ、とにかく美味しいんだと、うん、なんかすんなりいただけちゃった。すごいね、もううまい。うわー、美味しそう。うん、でもすごい、焼きたて5個で250円でめちゃめちゃ安くないですか。そうですね、1個50円で激安ですよ。全部ね、機械化してるから、はいはい、まあ、あ、中身が足んない。なるほど。でもこれ目の前で焼いてるの見れるから、うん、いいね、楽しいですね、うん、楽しいですね。今回ガシャコンしてる感じ、 いいじゃないですか。いやじゃあですね、美味しい。続いていきたいと思うんです。まあ、こんな感じで、タクちゃん、なんかどんどん意外といけますね、うん、はい、お店を、ありがとうございます、ご様でした。ちょっと訪問していこうかなと。すごい優しいですね、浅草の人。人の優しさ感じちゃいますよね、こういう時ね。浅草君団子、あずまさん。マジですか。これ、ここも僕が交渉するんですか。いや、もう主にタクちゃん行きましょう。なんて言ったらいいんだろう。なんかいいですか、あのちょっとカメラで撮影してるんですけど、大丈夫ですか。いいですか。はい、タクちゃんすごいんだけど一言言うのは、うん、優しいんだよ、みんな。慣れてるでしょ、ね、慣れてるんですよ、優しいと、うん、じゃあ早速、じゃあきび団子の方。はい、なんかいい匂いする。何の匂いだろう、これ。はい、きな粉の匂いかな。もうきな粉の匂いすごくないですか。これだ。結構ちっちゃいと小ぶりなんだね。かわいい。とかやっぱりこう昔ながらの感じなんですね、うん、多分きび団子って。もうね、情緒がね、いいですよね。あと人の優しさね。人の優しさっすよ、うん、あとはタクちゃんの交渉能力の高さね、うん、ほぼあんま何も言ってないけど、うん、はい、OK です、いいっすかって言ってる。このカメラを見せること、うん、あ、なるほど、もう収録なんだぞと。察し交渉、お察し交渉ねえ。でこれはもう食レポっていう感じですよね、次からはね。このボックスの中にですね、食レポに必要なお題を書いた紙が入ってるんで、タクちゃんに引いてもらって、それを絡めたね、その言葉を絡めた食レポを一つお願いしたいなと。これプレッシャーだな。来た来た、もう、はい、来ました。お、なんすか。じゃん、味の何々やの例えお願いします。宝石箱ケースね。あ、じゃあちょっといただきますよ。おいしそう、おいしそう。へー、うん、
今考えてるんですよね、必死に。いや、違う、ね、違うんですよ。そんなに振る必要ないもん、ね、いや、いいとこどこかな、君団子。いいとこ、いいところ、いいとこ食べたいから。全部いいのに、ただこれ時間稼いでるんですよ。うん、まあ、でも、うん、アーティストなんで、やっぱ言葉、うん、言葉で表現してるんで、うん、それは大丈夫でしょう。じゃあ、いただきます。ねえねえねえ、行ってください。はい、きびだんご。すごい、4つ。確かに。うまそう。うん、うまそう。うまそう、うまそう。うまっ。あ、これ。うん。ふわふわで、うん、ちょっとこう、香ばしい匂いがして、うん、味の、うん、味の森林浴や。森林浴ね。なるほど、なるほど。なんか自然のオーガニックの世界、オーガニックの旨味と、うん、こう多分添加物も入ってない、うん、無添加、無添加のこの美味しい甘み、だからもうところふわふわ、ね、ふわふわに包んでくれるこの、うん、もちもちの食感、うん、森林浴や。まさにね、浅草で。じゃあ僕もせっかくなんでやってくださいよ。食べてもいいですか。まずね、すごい美味しいから、うまっ。眉眉世代だから分かるけどね、うんうん、で僕もあれなんですか、これ味のニア、味のカズダンス、分かんない、カズダンス分かんない、うん、ゴーンも93年 J リーグ開幕の時のカズダンス、無理無理、味の、うん、すごい、こんなにきびだんごって繊細なんですか、このきな粉の感じとか繊細すぎて、まるで本当にガラス細工や。これでかっ、これでかっ、どうしました、こわっ、いや、こんぐらいやっぱダメじゃん、あんないとガラス細工や、でかっ、こわっ、行きましょう。実際タクちゃんは、はい、プライベートで仲いいバンドマンの人とかっています、普段ご飯食べたりとか飲み行ったりとか。僕じゃあ先輩が多いんですけど。先輩が多いんだ。この間は僕の家にこう、うん、ザ・バックホーンの山田雅史さんが飲みに来てくれたりとか、うん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 、あの千葉のね、僕地元千葉なんですけど、うん、はいはいはい、ザ・ケセラセラっていうバンドの、あ、ケセラセラ、うん、シシドくんとかがうちに寄って飲んでって、気づい朝気づいたらいなくて、うん、あの、あ、寝ちゃったってこと、まあ、僕は気づいたら寝ちゃってて、まあ、ほら家だもんね、だって自分じゃ、で、ま、マンションの、ね、あの窓とか全開なんですよ、うん、でいないんですよ本人、怖っ、で靴とか逆に怖っ、荷物とか全部置いてあって、うんうん、どう、え、何が起きてんのこれみたいな、消えちゃったってこと、はい、帰っちゃって、帰っちゃって、で怖ってなったのがありました最近は、うん、なるほど、と言って次もう来ました、老舗の感じ、亀屋さんですね、おせんべいは結構種類が豊富で、すごいですね、おすすめってどれがおすすめ、一番人気はこれですね、あー、どう、お、いいじゃないですか、亀、亀、亀、オリジナルのブランドの、こっちは厚亀、厚亀、熱いやつだ、あー、なるほど、厚い方は少し硬めです、お、硬亀、片亀いってみます、じゃあ、まあ、確かにね、硬、うん、いのなかなか食べる機会ないから、そうっすよね、じゃあ硬いのいってますか、じゃあ硬いの一つ、はい、お願いします、おいくら万円、はい、おいくら万円って言うと年齢がね、はい、すいません、おいくら万円って言う方は多分世代バレです、はい、すいません、タクちゃん、え、ダメですよ、いきなり勝手に食べちゃう、何何、まず引いてから、なんでなんで、さっきやりましたね、なんでなんで、お題が出てくるんです、なんでなんで、はい、食べたい、じゃあ引きます、ね、今回何出るかな、どんな無茶ぶり来るのかな、今回はドン、お、メンバーへのクレームを一つ入れながら、お、これはでもこれなかなかレベル高いですね、実際メンバーの皆さんってタクちゃんの年上ですか、上です、全然上ですね、要は先輩ですもんね、はい、みんな仲いい感じっすよね、いや、めっちゃ仲良しなんですよ、はい、はい、クレームってあるんですか、クレームしかないんじゃないですか、クレームしかない、逆に仲いいからね、やっぱり仲いいゆえのクレームみたいなのある気がするな、うん、あるんだ、はい、じゃあいきます、はい、お、うん、もう、もうそろそろ、うん、お互いに誕生日をあげ合うのは、うん、もうやめてもいいと思う、みんな誕生日も覚えてて、うまい、醤油効いてそうなね、うん、でね、やっぱ硬いっていうだけあって歯ごたえ最高っすよ、でもね、さっきの話に戻りますけど、メンバーさんでお誕生日お祝いし合うってことなんですか、これは、そうなんですよ、これね、長い、もうずっと12、3年一緒にやってて、はい、
もうネタがついてるんですよね。はいはい、本当に家族より多分一緒にいる感じだから。確かに。そうなんですよ。だからそろそろもうそれもやめようよ。あ、その企画廃止にして。もう そんなことしなくても、うん、もう俺たち大丈夫じゃんっていう。あ、もう通じ合ってんじゃんってことですね。そう、つながって繋がってんじゃんっていう。なるほどね。はい。そうですね。飯食うとかね。それいいですね。まあ、焼肉、シリン囲んだりとか。うん。ちょっと、もしね、メンバーさん見られたら、一旦、もう非常に嬉しい悩みというか、そういうのもいいんじゃないでしょうか。はい。結構やっぱ、浅草で名物のものが、うんうん、なるほど。控えてるみたいなんですけど、はいはい、もうすぐ着くんですが、はい、浅草のメンチカツ。メンチカツ。平日でも休日でも限らず、うん、めちゃめちゃ並んでるみたいなぞ。へえ。こちらなんですけど。あ、本当だ。買って食レポしましょう。わかりました。じゃあ、なりましょう。この間太刀打つって、うん、どこまで釣り行くんですか。磯に行ってみたりとか、船乗ってみたりとか。あ、船も。うん。じゃあ結構アクティブなんですね。なんていうんですか、わーいって騒ぐようなアクティブな感じはいつも仕事っていうか、うん、あの、うん、もうすごい切っても切れない関係なので、うん、なるべく静かなところに行きたいなみたいなのがあって。あ、なるほど。そう無になれ、なりやすいというか、なりやすいところ、うんうん、そう集中してを選んで結構遊んでる感じですね。キャンプとかも行くってことですか。行きますね。マジですごい。格闘技も。ボクシングを。ボクシング やってる。通ってますね。だから全部つながってるから楽しくて、はいはいはい、なるほど。ボクシングも結構なんていうの、体力作りとか歌に結構生きるんで。あ、まあ確かに。そう全部そのためにやってる感じ。釣りもなんか集中力とかそういうことですか。集中力、釣りはすいません、はい、食べたいだけですね。あといったところで来ましたよ、メンチカツが。あらら、そう、うわっ。で、タクちゃんにはビール。いいんですか、素晴らしい。でここでまた早速食べたいんですけども、はい、ボックスへ、はい、マジで購入してください。あ、まずね。まずね、今年だ。このワード入れてスカイツリー食レポの、時にスカイツリーって言葉を入れて食レポしてくださいと。じゃあできましたよ、もう。あ、できた、はい、早い、はい、浮かんでる、はい、いただきます。うん、音が、あ、うまい。これはね、うん、もうじわーっときて、うん、広がるんですよ。あ、もう広がるね、じわー広がる。で、結構ガツンとくるんですよ、うん、高いところまで、うん、グーンくるんですよ、うん、これ、旨味のスカイツリーですね、うん、いいじゃないですか。結局、彦丸なんですよ。これでもすごいうまい。あの、玉ねぎとか超具だくさん、すごい、ちゃんとね、多分炒めてるんだと思う。ビールと合うんじゃないですか、これ。うまいこれ。うまそう。取り戻し気なんですけど。うまいな、これ。味のスカイツリーやで、ほんまに。うわ、ほんとに味のスカイツリーや。ほんとに。タブさん、サウナ好きじゃない。サウナは経験ないんですよ。経験がないの。はい。逆に。はい。それを教えてあげましょう、じゃあ、俺が。本当ですか。半端じゃない整うところをいっぱいしてるんで。サウナーなんですね。サウナの資格持ってるんですよ、アドバイザーのなんか検定の。昼間資格と免許みたいなもんですよ。あ、じゃあ開くんですか、サウナ。開きたいぐらい好きっすっていう感じです。あ、開くんだ。なんのめり込んじゃってるんですね、サウナのこの。開くみたいですね。サウナは、じゃあ行きましょう、うん、一緒に。いや。いやもうさすがにお腹いっぱいになったね。ですね。で、ビールもちょっと入れて、いい感じじゃない。シュッと入っちゃうんじゃない、ね、これも。いやもうね、幸が、うん、幸メーターがだいぶ溜まりましたね。あ、確かに。てんてん、てんてん。確かに。なんかもうね、今ブラブラしてますけど、まあ飯はね、これ以上ちょっと、はいはい、お腹いっぱいかなと思うんで、なんかね、そうそう、違う出会いを。お、はいはい。ここ、ちょっと気になってんです、俺。占い屋さん。意外と手相占いってやったことなくないですか。ないっすね。結構、浅草ってなんか手相占い多いみたいなんですよ。なので、ちょっとせっかくなんで、ちょっとプラッと入りたいと思うんですけども、じゃあちょっと僕行ってきますね、じゃあね。すいません、大丈夫ですか。 OK、 おーすごい、 OK。 今39歳です。どうなんだって、39歳とか、うん、まあいいんじゃないですか。あ、本当ですか。この縦の線がしっかり入ってますから、これ仕事線なんだ。おお、うん、
な仕事もできる人から、ね、ありがとうございます。ただあなたのこの頭脳線、神経質、神経質、それは思い当たる人ありますか。そう、神経質ですね、確かに、ね、うん、そういうところが出ますよ。感情線を見ると、はい、ちょっと頑固、あら、頑固ですか。言うこと聞かないあの座右の銘があって、人の言うことは聞くなんですよそんなのあんだ、そんな座右の銘そんな座右は恥ずかしいですね。お金は大丈夫だね。あ、本当ですか。なんかいいことばっかり、ね、うん、まあ、チャンスがあれば、はい、チャンスがあれば独立するのもいいか。あ、なるほど、チャンスチャンスタイム入ります。これ今何歳だったっけ。今39です。あ、まだチャンスあるね。もうチャンス、お、セカンドチャンスあります。セカンドチャンス、セカンドチャンスあります。これは本当はクリエイターの手だな。そうそうそう、はい、音楽はいいですよ。嬉しいです、ね、転職ですね。想像力のせいですから、ね、はい、そんな感じですか、うん、まだまだこれ仕事できるからね。お、まあ、チャンスがあったら独立してチャンス、チャンス、セカンドチャンスありがとうございます。独立をしてますね。嬉しい、仕事ができるそうで、はい、ね、ちょっと40過ぎぐらいに42、43歳ぐらいちょっと変化の時期かな。変化の時期、お、うん、変わる天気ので独立でいい。あ、どう、独立あ、チャンス、チャンスタイムですか性格もね、性格もこう優しいところがあるからね。お、よかった、お、よかったです、それはなんかこう社内では結構パワハラすぎるっていう話がちょっと出てるんですよね。そういうのもちょっとあるけどね、はい、あ、あるさ、あるさ、うざいとこもあるんだ。ありがとうございます。生命線がずっとこないですね、はい、あんた100までいくんじゃない。 100? すごい生命力強いっすね。生命力強い、生涯現役で、うん、だから休ましてくれないってことですね、逆に言えば。そうですね、そういうこと。だからあなたもいいんじゃないですか。あなたもここにこう汚染入ってるのは独立するのね。独立、はい、はい、うんうんうん、まあ独立、まあ、自分でやっていくとか、なんかそういう部分ができますね。どう、じゃあ独立しちゃっていい俺いやー、ぶっちゃけ楽しかったね。すげえ楽しかった、すっげえ楽しかった。結構刺さってましたね。結構刺さってた、なんか気分いいね、はい、なんか上がりましたね。上がった、やっぱいいこと言われると。何なんだこれ、人って上がるのかね、やっぱ。タクちゃんは独立性が強いっていう、だからしかもお金もこれからまたグッと入ってくると、溜まるってことですよね、うん、40、はい、ね、超えてもどんどん溜まってくるですよね。戦い続ける感じです ね、だからサウナを開けばいいんですよ。あ、確かにそういうことなのかな、はい、そこに繋がった感じじゃないですか。なるほどね、やっちゃうかな本当にマジでいやでもせっかくの最後なんで、はいはいはい、せっかく浅草寺にも来たということなんで、はい、ちょっとお参りがてら おみくじでも引きませんか、一緒に。出た出た。でも京都なんかせっかく気分いいんで占いで、はいはいはい、ここで今日で落としたくないよね。落としたくないですね。じゃあ、まあ狙うは大凶か大吉かな。あ、逆にね、はい、もう一番か最下位かですね。なるほど、これなんかね、おみくじやってる感じがして好きなんですよ。やることになりますけど、じゃあ僕はじゃあすいません、じゃあこれで。お、どう、なんですか。ルアーです。ルアー、ルアー持ち歩き入んないや、絶対入んないでしょ、うん、出ますよそういうことやってるの今日が絶対に茶化してるからね今あたきた、あたた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 た、78、お、ナッパ、ナッパ、ナッパ、これそう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 、あのそうそうそう、天津飯の腕を落とす前のナッパ、ナッパ、かっこいいな、空かっこいいだよね。やば、俺から決まった。はい、吉です。マジですか。吉いいんですよ、これは。いいですか。いいですよ。大吉。うわ、宣言通り。俺ね、やっぱ宣言通り、ほぼ大吉なんですよね。マジ、はい、嬉しい、すごい。あ、公の正しき道を守り、うん、自分よりもみんなのためにいいことをするようにしましょう。あ、他人のために、ね、他人のために何かいいことをしましょう。なるほどなるほど、いいことじゃないですか、はいはいはい、俺はなんか全般的に投下して言うと、まあ、すごくいろいろやりたいことが多いけども、うん、お前まだ焦んなと。お、うん、成功するから今はゆっくり成功を待ちなさいと。なるほど、焦っちゃダメだと。だから今は独立はやめなさいと。42か43まで待てと。そう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 振り返ってみてどうでした、たくちゃん一日。いや楽しかったですね。なんか俺食レポとかも初めてだったんですけど。うまかった、すげえうまかった。いや本当ですか。めっちゃうまかった。もうなんか
テレビで見たままできるかなとかって思ったんですけど、うんうん、全部もうすんなりいってましたよね。もうスムーズに。いや最初はなんか空気感だけで、やっぱカメラを見せてうなずかせるみたいなね手法を。さすがクリエイター一番、うん、あの察してくれるからやっぱり、うんうんうん、みんなこう優しいんでね、うん、そこをちょっと利用させてもらったんですけどね。なるほど、街の人もね優しかったし、みんな、はい、いい街ですよね。超楽しかったです、ねはい、ありがとうございます。ということで最後にナッシングスカーブドインストーン、何か告知があるということなんで、はい、タクちゃんこちらのカメラにお願いします。はい、我々ナッシングスカーブドインストーン、12月の1日にアンサーという11枚目のアルバムを11枚目、はい、素晴らしい出させてもらうんですけども、それに伴ってあのツアーも出ますので、ちょっとねこんな感じの世の中で、うんまあ、少し落ち着いてきてるかなと思うんですけど、うんまあ、その中でもせめてこう開放できるような、ねうん、ライブをできたらいいなと思ってるので、ぜひチェックして遊びに来てください。なるほど、お願いします。ということで本日はですねゲストにナッシングスカーブドインストーンの村松拓さんをお迎えしました。ステイフリー最後まで見てくれてありがとうございました。また来週会いましょう。皆さんバイバイ。ステイフリー皆さん動画見ていただきましたありがとうございます。チャンネル登録、いいねの評価よろしくお願いします。